はい、ワード2。はい、ワード2。はい、ワード2。やばい、肺がもう、痰だらけ。わかんない。ノンタン襲撃したんでしょ、ツバニャンのこと。ツバニャンのこと襲撃したらしいな。もう部屋の中が寝起きバズーカだらけなんだけど、俺も襲撃されたんだけど。いや、わかんない。俺今起きたばっかだから状況わかってない。ツイッター見ただけ、彼女の。ね、警察駆け込んなの。ツバクソ。ノンタン来たよってツバニャンに伝えて。また来たの？ん？どういうこと？ノンタン来たよってツバニャンに伝えてって、日本語がわかんないんだけど、俺ツバニャンと繋がってねえよ。どういうこと？フミタン、今から行くってこと？また日本語がわかんない。いや、多分俺の彼女がツバニャンのことを許さないと思うわ。うん。多分スネークするって言ってたから。ツバニャンに会いに来たってワドタンに伝えて、どういうこと？ノンタン来たよってツバニャンが伝えて、え？ツバニャンが会いに来た？ワドタンに伝えて？え、どういうこと？ノンタン来たよってツバニャンが伝えてって。ごめん、日本語がぐちゃぐちゃって見た。全然わかんない。ツバに BB だった。それは知ってる。ツバニャンがワドさんに彼女が来たよって伝えて。意味かな。全然よくわかんないわ。うん。知ってる情報だし。ごめん、アスペだから全然わかんない。うん。誰が何をどういう目的でっていうのが何にも伝わってこないわ。全然わかんない、そうなんだ。俺もバズーカで襲撃されたけど、寝た。もう。ノンタンは忍者だからね。ノンタンは、アンチ活動長いから絶対的に回さない方がいいよ。うん。うん。俺より危険だから。次はスタンガンって言ってんの。まるで。あ、なに？最初に襲撃したのは俺だったんだ。誰が？ワドが。なんで？腹減ったから。どうした？パン食ってる。いいね、カルシウム。そう。誰がなんでどうしたをちゃんと言おう、みんな。もう焦りすぎだから。焦りすぎ。コメントは待ってるから、全然。ああ、もう、腹減ったな。
カルシウムサムネ前の方が良くなかったか。俺、武骨に白に黒の骨が好きだったのに、なんかキラカードみたいになってんな。当たり感が出てきちゃったの。カルシウム光沢出しちゃってんな。俺、前のサムネの方が良かったんじゃないかと思うけど。寝起きで機嫌悪いから俺今。気をつけてくれみんな。寝起きで朝から襲撃された男だから。なんで俺怒られないといけないんだろう。なんで俺バズーカで襲撃されたんだよ。金林さん留置所入ってたから痩せてんな。クミタン焦ったんだよね。うん。みんなはね、もっとね、俺がアスペルガー症候群だっていう自覚が足りないんだよ。なんかどっかで俺のこと健常者だと思ってるでしょ。どっかで俺のこと健常者だってまだ思い込んでる節があると思う。それは感じる。風だ。肺が痛い。いや、しんどいね。いや、だから言ったじゃん。昨日風邪だって。はい、ワード2。ワード2、おはよう。おはよう。うい、たくみさんはどつ。いや、タバコはやめないね。はい、ワード2。呼吸器系には毒だけどね。はじめ、ツバの後頭部を銃突きつけただけだから、ツバも少し面白がってた。そっちの方が怖くね？実弾だったらどうすんの？撃ったら痛い痛いって言って警察行った。いや、俺の彼女は普通に撃つよ。平気で撃つよ。躊躇なんてないよ、彼女に。まさかみんながツバクソ襲撃しろって言うと、俺の彼女が襲撃すると思わなかったろうね。何その流れっていう。あ、彼女だよ。彼女のツイッター。だって、なんか、まだやるって言ってるよ。まだやるって。ナイフだったら一撃だったって書いてあるね。
ほら。これ彼女のツイッターなんだけど、ナイフだったら一撃だったって書いてある。アーミーみたいなこと言ってるけど。アーミーみたいなこと言ってるよ。うん。うん。すげえよね。なかなか人生で使わないセリフだよね。うん、やばいよ。ナイフだったら一撃だった。やばいかやばくないかで言ったらやばいよね。新宿でまだ突末してる。じゃあ行くだろうね。まだやるだろうね。だ2時間前のツイートで、何度でも突してやるよって書いたの。2時間前のツイートで何度でも突してやるって書いてあるね。話し合いなんかしてない。俺も襲撃されたんだもん。爆走突、じゃあのんたんが襲撃しにまた来たんじゃないの。ノンタンはいつも本気だよ。ノンタンはいつも本気だよ。俺？早朝バズーカかまされた。部屋の中がこれだらけになってるから。もうそこら中全部これだらけ。2、3発これぶちかまされた。で、なんかつまんねえとか言ってぼやいて帰った。リアクションがつまらないとか言って帰ってた。爆走と会ってどうやった？それは昨日話した。まだスネークしてんじゃないかな。多分スネークしてると思うよ。執念深いから。てか頭痛えな、今日。いや、こんな時彼女いてほしいのに、なんで俺解放されないでさ、こんな時彼女にさ、普通、なんか冷たいタオルとか交換してもらいたいんだけど、なんで俺は襲撃されたの？意味がわかんねえ。どこが愛情なんだよ。いや、マジで辛い。風邪、完全に風邪ひいた。完全に風邪ひいた。ふらふらする。今日、ちょっと、ほんとやばいわ。なんか、痰がすごい出た。ワード2。自業自得？生の心理屋としたら毎回こんなことになるの？苦しいね。こんな生主できねえぞ。こんな。女に嫁るだけで。わかった？旅配信で俺に嫁する女子は覚悟して嫁しないとダメだよ。刺されるよ。マジで。彼女はだからどこ行ってるか知らない。わかんない。こう風邪の時って何食えばいいんだろう。ああ、ふらふらするね。せっかくの2連休なのに。事前にのんたんにツイッターとかでリアツズしてもいいですかみたいなの聞かないとやばいと思う。おかゆ？おかゆなんて栄養あんの？なめだるまさんはどつ？
いや、俺、ご飯だけはがっつり食いたいんだよね。風邪ひいても、アジフライとか食べたいんだけど。私会うときは、のんたんと LINE 電話つなげてもらうとする。それがいいと思う。っていうか、Twitter とかでまめに連絡取っといた方がいいと思う。本当に、そういうんじゃないからっていう。じゃあ、マジで襲撃されるよ。うん。まいちゃんいらっしゃい。住所特定とか余裕だから。食べれるなら食べていい。飯はがっつり食いたいな。枕を高くして寝るんだ。ああ、そうそう。俺の彼女だと思う、多分。わあ、頭痛いよ。頭痛い。のんたんのファンになった。のんたん呼ぼうかな。マジで頭痛い。あれ？ LINE ブロックされた俺。あ、LINE じゃねえ。これ Twitter だ。薬は飲んでるよ。具合悪い。頭痛い。電話出ねえな。あ、彼女。出ねえな。ブロックされたかな。熱はないんだよな。熱はないんだよ。ああ、怒りで寝れなかったパターンか。寝てるのかもね。うん。浅井さん呼ばねえよ。浅井さん呼ばねえよ。余計疲れるわ。スネーク中かもね。ごめんね、今日の放送外れ枠だから。ほんと申し訳ない。今日の放送はマジで外れ枠だ。もうね、ほんと喋るのもしんない。いや、普段咳どころ、もう痰がやばい。もうべっちゃべちゃで呼吸できなかったぐらい。もう朝起きたら痰だらけみたいな。栄養ドリンク買い行くか。まだ7時でしょ。何が効く？風邪。水分。うん。バズーカで襲撃されたけど、新しいポカリスエットは置いてあったね。あと加湿器はついてた。ありがとうもね。あ、そうなんだ。気管支炎辛いよ。うん。楽しい、ありがとう。昨日から使ってる。
これでしょ。俺初めて使ったけど、のんたんは俺には優しいよ。はぁ、トローチもいっぱいあるからトローチ舐めようか。アドリエ？アドリエって言うんだこれ。あ、アドエアって書いてある。アドエア、布団にくるまって寝る、うん、蜂蜜直に舐める、アドエアの方が効くんだ。今日部屋片したかったのに部屋余計汚くなっちゃった。アドエアがいいんだね。あー、看病されてーのに、看病してほしい。なんで部屋汚ねえんだよこんなに。意味がわかんねえ。あ、そうなんだ。拡張するんだ。のんたんは普段マスクしてる。いや、片付けやんないと、やばい、もう、部屋ぐっちゃぐちゃ。熱はないし、頭はちょっと痛いだけだから大丈夫。とにかく呼吸が苦しい。のんたんの風が移ったんだよ、多分これ。もともとはのんたんの風なの、これ。3日4日前に、のんたん風邪ひいてて、それが移ったんですよ。まあ、のんたんが元気になったけどね、それで。はあ、頭痛いな。彼女つばくそ打ったの間違いないね。彼女ツイッターにそう書いてあったよ。彼女は今、のんたんは今、スネーク中だよ。そうなんだよ、俺子供の頃は小児喘息ずっと持ってて、体調悪くなると、もう肺が痰で詰まるんだよね。警察行く予定だ。うん。そんなに妻なんか嫌なの？違う違う。俺と絡む女は全部殺すって言ってるもん。俺と絡んで浮気する候補は全員殺すっていうのは前から言ってるし、前は飛び降り自殺配信ツイキャスでやったし、あ、そっか、みんな俺の彼女どういう人かわかんねえのか。俺の放送見てたらだんだんわかるよ。俺の彼女がどういう人か。ああ、のんたん気分落ち込んだり、そう、そううつっぽい感じだね。妻にゃんが嫌いとかじゃなくて、俺に絡む女は全員殺そうとするから。うん。あ、俺のこと知らないか、まだそんなに。まあ、見てればだんだんわかるよ。一ヶ月に一回なんか彼女が大騒ぎを起こすから。一ヶ月に一回じゃないよな。一週間に一回だよな。
俺よりキャラ強いから。リスナーも関係ない。リスナーだろうが一般人だろうが関係ない。俺と絡む女は全員殺そうとしますよ。僕の彼女はそういう人です。付き合った時言われたもん。和道さんが浮気しないように女全員滅ぼそうかなって言ってたもん。彼女は配信者じゃない、リスナー。古いリスナーでも、リスナー歴7年とか8年とか。で、もっと、その前は2チャンネラーっていう、こってこてのキャリアだから。キャリア10年目のインターネットの住人だから。そうだね、配信に支障出てるね。あ、何食おうかな。何食おう。のんたんはとにかく俺のこと大好きだから、俺のことがとにかく大好き。ああ辛い。今日寝配信でもいい。今日寝配信でもいい。うん。いい。ありがとう。さあ、ご飯食べないとやばいね。栄養取らないとやばい。いや、配信切ったら切ったら辛くなるだけだから。いつ、いかなる時もカメラを回ってないと落ち着かないから。今日はちょっと、本格モードやめます。ちょっと、始末高光モードでやるわ。悪い。手抜き配信で悪いけど。今日はダメだ。頭痛い。頭が痛すぎる。
ノルト合鍵持ってるよ。宮戸津行かない、風邪ひいた。空気の入れ替えしようか。下がちょっと寒くなるよ。空気入れ替えるから。ごめんでしたか。うん。空気入れ替えよう。
Thank you.
鍋焼きうどんか。普通に飯は食いたいんじゃな、がっつりな、うん、あるね、ありかもね。鍋焼きうどんか。すき焼き食いてえな。すき焼きが食いてえ。薬はね、2週間分もらった。2週間分っすね。
1週間分しか出してくんない。東京だからかな。東京だからかもね。悪性効いてきたわ。肺が。薬効いてきた。楽になってきた、肺が。空気入れ替えたのもでかかったかもね。楽になってきた。そうそう、夜中っていうか、俺朝方？もう、なんか夜中に咳引き込んで、痰だらけになって、呼吸が朝できなくなって起きるみたいな。うん。そんな感じだね。俺は朝方ひどくなる。滑った。滑ってぶつけた。痛い。なんか自分で作ろうかな。初見、彼女おこだったけど大丈夫なの？いや、なんか妻には襲撃したらしいですね、リリーさん。こんにちは。コメントありがとうございます。フォローよろしくお願いします。大丈夫だね。激おこだね。うん、ツイッターでなんか、襲撃するって書いてあった。俺も襲撃されたわ。BB 弾、そうそうそう。ナイフだったら一撃だったってツイートあったよ。そのツバニャンの放送ってもうタイムシフト見れんのかな？ツバニャン。いつ頃やられたの？ああ、安易に絡むからだよね。うん、俺のせいだよね。昼間やられたの。腹減ったな。パルパルがディスってた。誰パルパルって。聞いたことないんだけど。誰それ。マミーさんいらっしゃい。パルパルっていう人知らないっすね、僕。うん、ごめんなさい。知らないんで。別に知らない人からディスられても全然平気ですね。ニコ生逃げたな、ゴミ。何？知らない。俺、パルパルって人知らないから、知らない人にディスられる分には全然聞かないからいいよ。
元彼女の煽り。デブの人知らない、見たことないし聞いたことない。パルパルって人有名な人なの？ワッチやってんだ。雑魚には興味ないから。元彼女は私が法律の人なので、彼女さんがいたりしても彼女さんおるだけ。元彼女って誰？おい、まだ付き合ってるけど、ノンタンとは。元彼女が誰かわかんない、リリさん。私が法律の人なので、元彼女さんがいたりしても彼女さんおるだけ。爆走が元カノ？爆走は私が法律の人なので、あ、ごめん、日本語がわかんねえわ。俺アスペなんだ、ごめんね。どういうこと？俺の彼女が悪いってことが言いたいの？え、どういうこと？元彼女が、は、私が、爆走イコール元彼女ね。爆走は私が法律の人なのでよ。爆走は私が法律の人なので、おう、彼女さんがいたりしても彼女さんおるだけ。ほうほう、ごめん、ちょっとよくわかんねえわ。まあ、とにかく爆走が悪いってことね。俺の彼女悪くない、ありがとう。てか、のぞみが新宿にいるのがすげえ嫌なんだけど。のぞみがリア突しに来そうですげえ嫌だ。一回俺のぞみに襲撃されてるから、あいつ嫌いなんだよね、俺。うん。俺は韓国人ですね。俺は韓国人です。中国人じゃないです。ノンタンを煽ることを妻にはなせる？ああ。なるほど。オッケーオッケー。ありがとね、リーちゃん。のぞみが家に来ねえか心配なんだけど。のぞみとのんたんバーサスのんたんとか最悪でしょ。のんたんバーサスのんたんとかもう地獄絵図だよ。とりあえずのぞみが絡んでも俺絶対逃げるよ。一回家に来たことあっから。のぞみやだよね、うん、新宿にいるっていうのが嫌な予感しかしねえわ。結局何、ネルさんは来なかったの？リアトツイ、ネルさんいんのか。ああ、そういうことか。初見さんいらっしゃい、心すずさんいらっしゃい。本当に嫌われてるよな、妻には。一回枠閉じます、枠取り直します。お疲れ様です。一回枠取り直します。5名さんいらっしゃい、7名さんいらっしゃい。
だいぶ肺が落ち着いてきました。八名さんいらっしゃい。14名さんいらっしゃい。腹減ったな。大丈夫大丈夫。ゆうさんいらっしゃい。肺がねちょっと苦しいけど、だいぶ薬が効いてきて呼吸できるようになった。ありがとう。いっすいっす。田中さんいらっしゃい。リリちゃん来てくれてありがとう。いややるよね。マチルダいらっしゃい。それリアルタイムで見たかったわ。うん。え、BB 弾撃ったんでしょ。ていうか彼女と連絡取れねえんだよな。何したの？彼女がツバニャンにリア突して BB 弾撃ちまくったらしいね。タバコ好きなんだよね。いいよ全然初見さんで。でしゃばるなんてそんな楽しんでて。彼女のファンになりました。ペコツさん、コメントありがとう。うん。彼女のツイッター面白いから見ると面白いよ。うん。つばくそガチャンチって書いてあるよ。うん。破天荒だよね。自殺配信、リスナーと喧嘩。あと何があった？いろんなことあったよね。おう、ナウシカさんいらっしゃい。ツバニャンに彼女がリアとして BB 弾を撃ちまくったらしいね。ナイフだったら一撃だったって書いてあった。はい、組田はまつ。クレイジーだよ。クレイジーだよ、俺の彼女は。まあ俺も襲撃されたんだけどね。俺もバズーカ撃たれたけど。オッケー、わかったわ。うん、飛び降り自殺配信とか平気でやるからね。そうだね、リア凸祭りだね、新宿で。動画あるかどうかわかんない。俺も寝てたから風邪ひいて。バズーカ撃たれたんだよね。うん。寝てんのかな、彼女。とりあえず LINE 打っとくわ。はい、こんにちは。うん。いや、鮫島姉期待も入れないよ。絶対会わないよ、俺。鮫島の姉嫌いだから、俺。絶対に会いません。望みとは会いません。ああ、オープンレックで香川さんやってんだ。あ、で、香川さんの放送見てるかもね。望みと会わないよ。のぞみが俺の家来たら、のぞみとのんたんバーサスのんたんになるから。地獄絵図だよ、そんな。関わらないよ、俺。こんばんは、エミちゃん。血と血を争う戦争になるわ。血で血を洗う戦争になっちゃうよ。ピンポン200回ぐらい押されたかんな。前回。マジ迷惑だよ、あいつ。のぞみ嫌いなんだよね、俺。上京してる？マジで？香川に会いに行ったんかな？すげえ嫌なんだけど。ティロってんの？俺の彼女。嫌なんだけど。そうなの？ティロと会ってんのかな？
すげえ嫌なんだけど。爆走の感想、いや昨日話した通りだよ。昨日の夜帰りで話したな、話した通りっす。いや昨日話した通りっすね、本当に。なんかあのなんつうの、自分を正当化するのは良くねえんじゃねえのっていう、うん、なんか私かわいそうでしょみたいな、悲劇のヒロインみたいなのは反感買うよなっていう。自在さんいらっしゃい、ファンタジスタさんコメントありがとう、面白かったらフォローしてください。あ、ガメさんもいるんだ。オープンネットで今放送中なの。今やってるか、川さん。あ、桃襟とやってんだ、今。桃襟と誰だ、これ。桃襟と桃襟しかわかんねえな。桃襟太ったな。うん、桃襟緊急会見。なんだろう。ガメさんいるだろうね、多分。ももちゃんの会見 MC してたけど、今は未確認、解明する。あ、そうなんだ。名前変えるんだ。桃入り全然いいと思うけどな。うん。桃入りって名前結構定着してるからいいと思うんだけど。彼女一緒じゃない今。どっか行ってる。多分ね、香川にリアドツしに行ってんだと思う。テレビじゃ桃襟使いづらいんだ。はい、こんばんは。レンさんいらっしゃい。迎えに来たリスナーのこととか突っ込んでほしかった。どういうこと？誰迎えに来たリスナーって。リスワン取れたの？先月末朝ね、モグリにしてた。取れなかったね、結局。2位だか3位だかだった。結局取れなかった。リスワン。アイテム数がね、多くないとダメらしいんだよ。アイテムが多ければ多いほど上に行くんだって。ここでは。リスナーの数も大事だけど、アイテムの数も大事って言われた。あ、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんは、奇想天外ララメロちゃんありがとう。リンゴスさんありがとう。今年の冬は寒くないありがとう。おなすさんありがとう。トニーモンタナさんありがとう。絵描きのピエトロさんありがとう。マキチョさんありがとう。あ、またフォロワー増えました。紹介します。モコさん、フォローありがとうございます。のんたん連絡取れないね。風だね、昨日から。昨日から風邪っ引きですね、僕は。肺炎に近いのかな。肺が苦しい。呼吸が辛いかな。咳もそうだけど。ない。はっしゅ。マイコプラズマ肺炎。いや、マイコプラズマ肺炎ではないらしいね。俺は。つばくさに泊まれ頼む。待ってる間、サオさんと絡む女。急にアンチ扱いブロック。へぇ、ひどいね。うん。ブルさんもいた。うん。
初見&フォローさせてもらいました。ニコ生見てました。あ、そうなんだ、モコさん。ありがとう。嬉しいです。フォローありがとう。あ、またフォロー増えたので、紹介します。リリさんフォローありがとう。グラスハートさんありがとう。ブロリーさんありがとう。フォローありがとうございます。ああ、鼻水止まんねえよ、マジで。ああ、ごめんね。タバコはね、やめたくないんだよね。タバコ好きなんだよね、俺。酒はやめたけどね。もう酒は飲まない。おお、ブロリーさんバーガーありがとう。ブロリーさんって俺会ったことあるブロリーさん？三社祭りの時会ったことあるブロリーさんかな？違う。ブロリーさんいっぱいいて、ブロリーさんの一人会ったことあるんですよ、僕。うん。ありがたいですね、フォロワー増えて。本当ありがてえ。タバコやめらんないですね。なんだかんだ。ああ、違うブロリーさんでしたか。失礼しました。よろしくお願いします、ブロリーさん。バーガーありがとう。あ、バガーありがとうございます。バガーありがとう。バガーありがとう。バガーありがとう。ああ。今日は、っていうか、ふわっち激アツだな、今。大手配信者ばっかりだもんな。風邪ひいて辛くてもタバコだけはやめられない。本数減るとき。本当にやばいとき、もう呼吸もできないようになってタバコ初めて吸わなくなるかな。あ、これはまずいわ、みたいな。これ以上悪化したら多分吸えない。うん。なんだよ、せっかくの土日だから彼女と過ごそうと思ってたのに。ツイキャスマンでふわっち流れる。ね、みんなそう流れだよね。ではツイキャス戻らないんじゃないのこれ。戻るのかな。金梅さんはあれか、キャスの方が人集まるか。ふわっち熱いよな、今。タバコやめないと死ぬよって言われたらやめる。いや、吸うね。吸うね。吸うでしょ。愛煙家ってそういうもんだと思うよ。だいたい俺タバコでね、病気になるって嘘だと思ってるから。タバコは体にいいと思ってるから。これマジな話そう思ってる。タバコは絶対体に悪くない。ああ、頭痛いな。私、タバコで肺気腫になりましたよ。マジで？肺気腫超辛いじゃん。大変だったね。マジか。確かにね、タバコはね、肺気腫になる可能性は高いんだよ。喘息とか。肺疾患はあると思ってる。ああ、熱出てきた。体に悪い。もう吸えない。なんだろうね。風が辛くなると人恋しくなるのは何なんだろう。みんなもそう。みんなもそうじゃない？体温計持ってないね。熱あるのかな？
あと俺だけかもしんないけど、風邪ひいた時汗かきたくなんない。お風呂に浸かりたくなんだけど、俺だけ？あんま良くないって言うじゃん。俺ね、風邪ひくとね、銭湯とかでお風呂入りたくなるんだよね。体調悪くなると心細くなるよね。生きるよ、誰の。彼女を生きるよ。ほっといてほしいってなるんだ。俺は看病してほしくなるね。逆説では高温のお風呂で菌を殺せる。そうそうそう。俺だから風呂入りたくなるんだよ。風呂銭湯行こうかな。いや昨日行ったからいいわ。もう懲りたわ。売名しても意味ねえ。フォロワー減るだけなんだもん。俺自分のトークやってた方がフォロワー増えるし。うん、売名意味ねえ。っていうか俺有名じゃん。ぶっちゃけた話。名前だけは通ってるから。自分の放送を見てもらって気に入ってもらった方が普通にいいんだよね。ヘリさんいらっしゃい。ヘリさんフォローありがとうございます。そう。今更売名しても意味ねえよ。だったらがっつり仲のいい人とコラボした方が絶対いいと思う。今お風呂入ってた方がいい。お医者様言ってた。あ、そうなんだ。やっぱ俺の昔の考え正しかったんだ。今日風呂行くわ。後で。後でゆっくりお湯に浸かるわ。時代も変わったんだね。雑談は落ち着いた配信がいいですよね。ここだとね、ふわっちのリスナーさんはみんなね、まったり雑談が好きって言ってくれる。うん。だから意外だなと思って。結構荒れる配信とか嫌う人が多いから、俺が雑談大好きだからさ、部屋でまったりするのが。だからここのリスナーさんと噛み合ってるっていうか、うん、湯冷め、そうだね、歩いてすぐもう目の前が銭湯だから湯冷めはしないと思う。大丈夫だと思う。のんちゃん電話しても出ないんだよね。そう、心配なんだよね。心配だな。パルパル監修。パルパルって人知らないからね、俺。あんまり自分の関心ない生主に、ああだこうだ言われても、全然聞かないっていうか。うん。どうせあれでしょ？三流生主でしょ？別に、知らないよね。会ったことないやつにディスるとか、頭おかしいんじゃないの？いや見ないよ、全然興味ないもん、全然興味ない。俺会ったこともないのに人の話するやつ大嫌いなんだよ。ほっといていいよ、売名でしょ。うん、いらない、うちの放送にはいらない、そういうやつ。
初見さんいらっしゃい、 M 様いらっしゃい、楽しんでてください。彼女誰？ノンタンっていう子だね。彼女リスナーさん元。トローチなめよ。パルパルワードのことディスってた。いや、痛い目見るよ、ほんとに。目の前で言ってみろよっていう。昨日配信見てくれたんだ、ありがとう。サンキュー。じゃあ目の前で言ってみろよ。風船ありがとうございます。風船ありがとう。風船ありがとうね。風船ありがとう。みんな風邪ひいてる。気をつけて、みんなも。リスナーさんも。すげえ辛いよ、肺が。うん。肺がめっちゃ辛い。あ、またフォロワーさん増えたんで紹介します。 M 様フォローありがとうございます。 M 様ありがとう。何食おうかな。あ、花火ありがとうございます。ありがとうございます。いや、みんな風邪ひかないようにお体ご自愛ください。花火ありがとうございます。匿名さんありがとう。熱はあるかもしんない。ちょっと出てきたかもしんない。熱ちょっとあるかも。パルパルガリって何？あんまグダグダ言ってるとほんと詰めるよ。あんまグダグダ言ってると詰める、マジで。煮込みうどん、みんななんで風邪ひくとうどん食べたくなるの？もう全然普通に定食食いたいんだけど。それがよくわかんねえんだよな。みんなうどん食べよう、うどん食べようって言うんだよね。つまらん放送だった。あったかいからか。いや、なんか普通の食事が取りたい。風邪ひいてる時にお粥とか出せるとブチ切れるもん、俺。そうそうそう、消化にいいとかさ。俺、消化器官めちゃめちゃ強いのよ。だから風邪ひいてようがなんだろうが、飯は普通に食えるっていう。普通に食べたいよね。普通派だよ。だから病院食とか考えられないんだよね。なんか味の薄いやつ。うん、食欲だけはね、衰えないんだよね、昔から。サウナ行こうかな。サウナも入ろうかな。悪化しないよね。大丈夫だよね。汗かいた方がいいって言うもんね。胃潰瘍とかなったことない。胃が荒れるとかね、そういう感じがない。うん。詰める、うちの会社でも使う。激詰め。とか、できない営業言われる。ミキティいらっしゃい。コメントありがとう。辛いものだけは風邪の時控えます。俺、辛いもんも全然平気。消化に負荷かけると治癒能力が落ちる。あー、それか。それはあるだろうな、確かに。風邪ひいたらシラス大根しか食べれない。虚弱でしょ。バファリン？いや、昨日か一昨日の時点で彼女が栄養剤買ってきて飲んだけどね。風邪薬は。バファリンってあれ頭痛薬じゃなかったっけ？一応あれだよ。
病院には行ったんだよ。薬はもらってるよ。多分ね、肺が炎症を起こしてるんだと思う。季節の変わり目、暖房直当てだったから乾燥したんだと思うんだよね。辛い。彼女に癒されたい。だから彼女は激おこだから今。俺の彼女どこ行ったんだろう。そうそうそう、もともと小児喘息持ってるから肺が悪化しやすいんですよ。昨日妻に会うとリアドしたら浮気だって言われて殺すって言って、で今日の朝妻にゃんに BB 弾で襲撃したらしいね。俺の彼女、動物は食べないでずっとしてる、食べるのは人間だけ。食いすぎなんだよな今の現代人はな。俺もそう思うよ、食いすぎ、何食おうかな。パエリア作ろうかな。また襲撃したよ。俺の家にもバズーカ砲打ち込まれたもん。ありがとうございます、自在さん。ありがとうございます。旅配信に使わせていただきます。発作でひどくなったら意識なくなることあるし気をつけて。そんなことあんの？こんにちは。僕、悪いスライムじゃないよ。仲間に連れてってよ。浮気じゃないよ、全然。俺浮気しないよ。病院で働いてた時、救急外来にそういう人来た。マジで？呼吸困難倒れんのかな？発作で。すげえな。さすがに倒れたことねえな。酸欠か。よっぽどだね、それは。痰で詰まったんだろうね。よっぽど、よっぽどのケースだと思う。ポローチ、最後まで噛んじゃ、やっぱ舐めるの難しいよね。舐めるなって言うけどさ、絶対舐めちゃうんだけど。そう、焼きもち焼きだから、彼女。超焼きもち焼き。焼きもちっていうレベルじゃないよ、本当に。沸かせるよね。うん。炎上系でしょ？炎上系。炎上系女子だよ。今流行りの。結局、里美さん来たの？里美さん来たの今日。なんか、ランハゲと和解させるとか言ってなかった。相性要は、金梅さんと別れてる間に、色恋沙汰になったってことでしょ？俺、よく追っかけてないから分かんないんだけど、何？ランハゲと里美さん付き合ってたってことで、OK なの？で、金梅さんが戻ってきて、心が揺れてるってこと？来てないんだ。そう認識で OK？ いや、里美さんと、ランハゲが恋仲になったってことで OK？ でも、金梅さんが戻ってきたから、心が揺れてるって感じ？どういうこと？昨日の放送、金梅さん見てもよくわかんなかったんだよね。うん。ハゲが里美に振られたんです。だったら別に、あれじゃん、里美さんが減らる必要なくね。減らる状況じゃないじゃん。うん。なんで減らったんだろう。しつこいからかな。ストーカーがどうのこうのとか言ってたもんね。里美さん綺麗だからね。そんな感じか。
別れて落ち込んでる時にハゲがコラボして仲良くなった。あー。で、ランハゲが好きだってネタを振ったと。で、さとみさんはキモいと。あのハゲキモい、迷惑って、そういう流れか。さとみさんは普通に綺麗だよね。綺麗、可愛いっていうか、人が良さそう。なんか生主タイプじゃないよね。振られた途端に色々暴露した。ほうほうほう。何を暴露したの？そこが重要じゃん。何を暴露したの？うん。ほー。それは面白い展開だ。その内容によるよね、暴露の。暴露の内容によると思う。はい、こんばんは、クミさん。クミが二人いるかな。さとみ、ああ、そういうことだったんだ。はいはいはい、な、ようやくわかったわ。要は嘘ついたってことね。それでさとみさんが生活保護とかで荒れてたんだ。はい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 。ようやくつかめてきたわ。そういうことだったんだ。それでも嘘だったんでしょ？金前と妻にゃんがやったことが許せないかも。はい、こんばんは、ランコムさんいらっしゃい。なるほど。それが炎上だったんだね。一週間ぐらい前の。なるほどね。竹芸さんいらっしゃい。そういうことか。そうだったんだ。ハゲの嘘じゃん。それハゲが悪いじゃん。ハゲクソかっこ悪いじゃん、ハゲ。ハゲクソだせえじゃん。女に振られたあげく嘘ついて炎上させて。ハゲが悪いじゃん。さとみさんなんも悪くねえじゃん。クソハゲじゃん、クソハゲ。しょうがねえな、ハゲは。いや、売名したかったんでしょ。しょうもねえな、ハゲ。ハゲ一番ダッサいじゃん。クソ男下げてんじゃん。いや、だから結局好きだっていうのもネタだったってことでしょ。さとみさん疑い晴らすために国民健康保険証を見せたりしたんですが、その保険証を偽造とかまで言い出した。かっこ悪。かっこ悪。クソだせえな。クソだせえじゃん。で、公文書偽造で捕まるからね、それ。うん、ハゲ最低だな。最低なハゲ野郎だな。お、フォロワーが増えました。紹介します。新しいフォロワーさん紹介します。マリモさん、フォローありがとう。台本とは数通りあるんだから。おまけに過去にさとみさんが自己破産してるとかも根も葉もないことをハゲが言ってる。中野ちゃんありがとう、フォローじゃない、バーガー。ありがとう。初見さん、ありがとう。楽しかったらフォローしてください。っていうか、彼女のインスタグラム怖いんだけど。彼女のインスタグラム怖いんだけど。怖い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 。彼女インスタグラムやるって言ってたの。で、過去の作品を載せるって言ってたの、学生時代の。怖い怖い怖い。見る？ちょっと閲覧注意なんだけど。これ彼女のインスタグラム初めて見たんだけど。怖いよ怖いよ、病気だよ。怖い怖い怖い。作風が怖いよ。アウトサイダーアートなんだけど全部。怖くない？なんか。すげえな。何これ？ノンタンどうしたの？尖りすぎでしょあなた。現代アートでしょこれ。
やっぱ才能あるな。才能あるな。怖え、怖え、怖え。怖いよ、ほんと。怖いね。問題ありでしょ、これ。最先端すぎるわ。なんか、ツイッターにリンク貼ってあったよ。いや、なんか、アートだって言ってた。作った作品だって言ってた。うん。画家なんだけど、いや、面白いよね、のんちゃんね。のんたんは、もともと、どこだっけ？たまびの大学院出てる。もともと画家志望だったの。もともと大学院。そうそうそう。で、心が病みすぎて、ネットの世界に落ちてきたの。怖えよ。芸術家だよね、本当に。なんだこれ。メッセージ性しかねえな。怖えよ、飲んだ。芸術家、繊細な方。いや、もうマジ芸術家肌だよ。超繊細だよ、のんたん。超芸術家肌。ポストカードにありそう。なんかすげえもん見ちゃったな。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、中野ちゃんフォローありがとう。早く怒りが、いや、あったらね、すぐ仲直りする。会ってない時がやばいの。俺のそばにいる時は超優しい子だよ。顔合わせたら全然怒らないよ。もう好きすぎてしょうがないの、俺のことが。世界で一番かっこいいと思ってるからね、俺のことを。すげえよな。和道さん、私の地元の先輩にめっちゃ似てる。よく言われる。だからよくいる顔なんだよ、日本に。先輩に似てるとか、後輩に似てるとか、職場の誰に似てるとか、よく言われる。よくある顔ってことだよ。典型的な日本人の顔だからね。切れ長人への。あ、先輩だと思ったんだ。それは昔から言われるから、もうなんか、よくある顔なんだなと思って。日本男児、そうだね。クラシックな日本男児の顔でしょ。韓国とか中国にある顔じゃないから、この顔は。そう、だからね、たまにね、ポンプでね、おい、在日だとか言うけど、バカなんじゃねえのっていう。思いっきり日本男児の顔だからっていう。だから多分、軍服とか着たりとか、なんだ、着物とか着たりとかしたら似合うよ。日本人にしかいない顔ってあるからね。韓国の人はすぐわかるでしょ。エラの張り方とかで。おもながの切れ長の人へは、日本人特有の顔だから。ちょんまげ似合いそうでしょ。時代劇の格好似合いそうでしょ。だから、役者やりたかったね。役者をやりたかったね。座頭市とかね。
殿様殿様役ふ、なんだっけ、トラさんじゃなくて、これはなんだっけ、金さんか、遠山の金さんだ。風船ありがとう、くみちゃん。ありがとうございます。USA に行って、忍者役に使ってもらおう。忍者かっこいいよね。風船ありがとう。あざーす。旅配信に使わせていただきます。ありがとう。有効活用するからね。落ちてた。おかえり。バガープレゼントありがとうございます。バガーありがとう。旅に行くとしたら最初にどこ行きますか？まずは東京から千葉、茨城。茨城の上ってどこだっけ？千葉、茨城。日本地図見てみるわ。まず日本一周の旅するんだけど、ちょっと待って。千葉、茨城、福島、仙台、宮城か、宮城。ちょっと待って。画像が小さくて見えない。目悪いから。俺、千葉県出身だからね。千葉ディスんないでください。千葉、茨城、福島、宮城、岩手、青森、北海道。で、北海道から青森、秋田、山形、新潟。新潟行ったらどうしようかな。新潟、富山、石川、福井とか、その辺ぐるーっと回っていくって感じだ。うん。そんな感じの、こう回っていく感じか。ぐるーっと。うん。で、沖縄まで行くみたいな。で、沖縄から今度、ぐるーっと上がっていく。北海道行くよ。だから、最初に千葉、茨城、福島、宮城、岩手、青森、北海道っていう。要は北を目指す感じ。下のルートで。うん。太平洋側から、北海道を目指すって感じ。うん、行く行く。ふわっちで収入月15万取れるようになったら行く。日本もあるから。応援してください。新しいフォロワーさん、ウコンさん、松山千春推し、さん、ありがとうございます。函館来たら接待するよ。ああ、ありがとう、ありがとう。飯食いましょう、ぜひ。今ここつけてやる。いや、今こことかはつけないかな。なんか、めんどくさいことはやんない。普通に歩きながら配信する。うん、福岡なんだ。オッケーオッケー。彼女はね、家で待ってると思うけど。北海道は全部ってわけじゃないけど、主要都市は行こうと思ってるね。だから現地の人に聞いて、北海道滞在長くなると思うよ。だから、あそこは見た方がいいよとか。そういうのとか、なんかリスナーさんに車出してもらったりとか、どこまでだったら送るよとかさ、そういうヒッチハイクとか、そういうのも兼ねながらやろうと思ってんの。どこ目指すんならどこまで送るよとか、そういう感じでやる。まあ電波のないところは基本的に行かないけど。十勝、帯広は任せて。あ、その辺いいんだ。オッケーオッケー。北海道は多分長く滞在するだろうな。みんなに会いに行くから。あ、そうだ。ネックレスやらないと。のんちゃんバズーカもセットについてくるからね。女の子には。あ、マジで？頼める人いる？ありがたい、そういうの。もし応援してくれる人はアイテムください。よろしく。さて、リスナーさんにプレゼントするネックレス作ります。じゃあやめときます。リスナーさんにグッズ作ります。今からワドネックレス
買ってきたからね。荷物は、いや、シンプルに行く。ハートプレゼントありがとう。荷物は超シンプルに行くね。誰のから作ろうかな。配って、あ、ランコメさんありがとう、ハート。ありがとうございます。これが和道ネックレスのトップですね。明日郵送で送れるかな。で、メッセージカードがこれで、これが封筒。この中にネックレス入れるから。誰のから作ろうか。ネックレスはいくらですか？そうだな、原価かかってるから、値段、売ってるものじゃないんだよ。これは売り物じゃなくて、俺が作ったお守りだから。でもまあ、そうだね。なんか花火結構打ってくれてる人とか。本当は6500円でね、売ろうと思ってたもんだから。あれだけど。まあ、気持ち支援していただけたら、プレゼントしようかなって感じかな。じゃあまず一人目、そうそう、結構赤字ですよ。全部で2万以上かかって、2万5千円ぐらいかかったかな。原価だけで25かかってるからね。もっとかかってるかもしれない、多分。風船ありがとう、プレゼント。まずは誰に書こうかな。プレゼントし終わった人もいるかな。まずは、じゃあ、この人たちに渡したよね。ちょっと待って。風船プレゼントありがとう。15個作ったね。俺の分も含めて15個今回は作った。子供が帰ってきたので、おい、またねー。風船プレゼントありがとう。まずは、このリスナーさんから、行こうか。彼女さんはね、連絡取れないんだよね、今。超レアだよ。俺が今つけてるネックレスね、これ。のんたんね、行方不明。間違えちゃった。探さない、いや、いや、探すって言ってもどこいるか分かんないから。チカルさん。まあ、いっか。
多分ティロフィナーレ香川さんのところリアタツ行ってると思う。うクミタンまだここにも来てませんか？クミタンいるよ。彼氏帰ってきた。おい、リリちゃん行ってらっしゃい。課金率に応じて色変えたら、アメックスのゴールドカードみたいに。まあ欲しい人にはタダであげたいっていうのあるけど、できればそう気使って支援していただきたいよね。花火10発ぐらいないと、減価償却できないから。だからもし欲しい人で、気使ってもらえるとありがたい。花火10発ぐらいもらえると、助かるって感じかな。みんなに配れるっていう。バカプレゼントありがとう。多分寝てるんだと思う、俺の予想。風船プレゼントありがとう。バカプレゼントありがとう。じゃあクミタンのから作るか。クミタンのだけどこれもやんないといけないかな。はい、クミタンの完成。クミタンの完成。この封筒の中にまず入れますと。メッセージを添えて。メッセージ。手紙も書くか。一回身につけないの？いや、そういうサービスはないわ。ちゃんと祈りを込めて作ってますから。
一回つけんの？一回つけてほしいの。ちょっと待ってね。じゃあつけながら手紙書こうか。オフ会メンバーには違うよ、手に持ってくのがめんどくさいからつけてたんだよ。はい、手紙を添えました。主任 BB 弾でね、妻にゃんを撃ちまくったらしいよBB 弾で妻にゃんを撃ちまくったらしいよ。よし、これクミタンのね、無事届きますように。こんな感じで送ります、こんな感じで送ります。ワードって書いてるから、はい、じゃあ次の方、可愛くない？ちょっと表は住所書いちゃったから見えないけど、ワードって書いて、これ届くから、はいはい、次の方、次ハッチ行こうか。芸能人みたいだな、なんか芸能人みたいだね。花火、はい、ありがとうございます。1回ハッチ、いつもありがとう。2回。てか、太ももマジで太くなってきたんだよね。3回。4回。これいいぞ、体に。ハッチありがとう。5回。いや、マジでね、太ももがビルドアップしてきてんだよね。筋肉痛が取れてきたんだよ。ハッチいきます。ちょっと待って、送ったメンバー、もう渡したメンバーにはこれ。
よいしょ。次8、これか。殺せ。いくらがいい？え？おい、のばっちさんいらっしゃい。今、リスナーさんのプレゼントを郵送を書いてました。シュクルさんいらっしゃい、ワドツ。キス付き？オッケー。よし。まずは住所書いたでしょ。うん。さあ、キャプレ。ちょっと待って、手紙書くから。よし。あれ？あったあった。はい、新しいお知らせ来ましたのでご紹介します。ちょうど切り番かな？400名のフォロワーさん。あゆりさんフォローありがとう。切り番です。あゆりさんおめでとう。400番。ありがとうございます。髪が台風？よいしょ。9月に400人の仲間ができました。はい、これハッチの。これハッチのです。ハッチも首につけるか。これハッチのね。
気管支炎ね、ひどくなってる。うん。キス？はい、ハッチに、ハッチに作りました。ハッチにメッセージ書きました。よし、じゃあこれはハッチに。OK。はい、これハッチにプレゼントします。ん？これ壊れた？ちょっと待って、ハッチの壊れたかもしんない。あ、壊れてねえや。これハッチにプレゼントします。はい、次。これハッチね。次。これハッチでしょ？うん、次。ハッチでしょ？あ、耳が痛い、耳が痛い。次、乃木編か。乃木編行こう。乃木編行きます。どうぞどうぞ。うん、次乃木編いきます。
プレゼントコーナーやってる。うん。リスナーさんにプレゼント送ってるの。なんかくれ。ごめんね。なんかずっと支援してくれてる人に、俺からプレゼントのやつだから、これは。うん。はい、じゃあ、乃木編のネックレス作ります。乃木編くん見てるかい？今度君のネックレス作るよ。和道グッズ。これ乃木編のです。のぎへんくんの和道ネックレス作ります。よいしょ。はい、これのぎへんの。乃木編の和道ネックレスです。
はい、乃木編も終了。はい、風船プレゼントありがとう。よし、これ乃木編の風船ありがとうね、えみちゃん。あとは次はん、そんなお金ニートにはない。どういうこと、これ売ってないよ、売り物じゃないよ。じゃあ誰行こうかな。あらわし行くか。あらわし送ります。あらわしに送ろう。あらわし花火あげろ。いや、花火あげてもらえると助かるってことね。高い原価かかってるから。別に全員に強制であげろって言ってるわけじゃないよ。っていうか、もともとこれはなんだろう、売り物じゃないから、もら、花火あげてもらえるとありがたいっていうことを言っただけ。花火あげたからもらえるってわけじゃないから。もう疲れた。そうそう、普段応援してくれてる人への感謝の気持ちだから。
よし、これは表し。はい、のばついらっしゃい。あ、いらっしゃいじゃない、また今度。これは表しに。表しはステッカーくれたからね。うん。表しはステッカーくれたからお礼にね。やっぱギフト返しをしないとね。ギフト返しを。うん。横のつながり大事にしないと。お返しします。はい、これ表し。表しさん。結構あるな。応募書行くか。マサルさん行こうか。マサルさん行きます。いや、普段の行いが出るんだよ、こういう時。うん。普段からの行いがこういう時出る。うん。普段コメント打ってないでファンですとか言われてもはぁってなるでしょ。北海道の人だよ。風船ありがとう。
風船10個ありがとう。風船ためあれ面白い仕組みだよね。アンケートに答えると風船がただ手に入るんだよね。あ、じゃあ枠切ります。お疲れ。枠切ります。お風呂行ってくるわ。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう